ブリニョガンイコールプラージュは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏の旧コミューン。ブリニョガンと呼ばれることが一般的である。最も近い都市圏は、南東およそ2 4トルにある、ランデルノーである。ブレストからの距離は3 6トルである。西は、ケルルアン、南と東は、プルネウールトレズと接し、 北は5キロメートルの海岸線となって、イギリス海峡に向かって開けている。レオン地方の北辺であるブリニュー岩は海洋性気候である。夏の平均気温は摂氏16.6度と比較的涼しく、冬は温暖で平均摂氏7.8度である。海に面しているため気温の変動は穏やかで、年間平均気温は摂氏12.2度である。 年間平均降雨量は900ミリメートル以下である。晩秋から冬には、強風が吹き、レオン地方西部沿岸地帯に影響を与える。夏になると、優勢な風は逆転して、北東風となる。年間日照時間は推定で1750時間以上である。レジャンド海岸島大最近出版された本によれば、ブリニョンの町は丘に位置していた。コミューン名の最初の部分は、 古いブルトン語でブレインから来ており、名前の第二要素であるオガンは、他の場所であり、生として存在する。しかし別の執筆者は1982年にこう、記した。ウェールズのカーディガンシャーの別名である、ブレイナから来ている。悪臭を放つことを意味する、ブレイン、そしてオジーからなる。フィニステールのブリニョガンのブラインは腐った状態を指し、設備時のオークルに、 ちっぽけなことを意味する案がついたものだ。このリゾート地の地名は、もともとは、海藻が腐敗して溜まった場所を意味していたと、考えられる。同じ執筆者は、ウェールズとフィニステール県の間だけで、数千に及ぶ言語の関連性が挙げられると、主張している。ブリニョガンの地には、旧石器時代から人が定住している。その後生じた集落は先に述べた痕跡を持っているが、 我々がブリグノーガンの名を見つけられるのは18世紀と19世紀からで、ある。中世世紀以降、アルモリカの原始的な教区プラウンアトレスにあった、集落は中世以来以降の置かれた土地だった。ポンチューズバルの港はワイン、小麦、肉、スレート石といった商品が行き交う主要な交差路だった。こうした品物は、レスネーンやグルベンの見本市へ輸送された。 穀物貿易は主として税関に監視されていた。ベックあるスカーフ三崎やコート単銀の石造りの建物が税関の存在を示していた。ブリニョガンの教区はプラウンアトレス教区を時間をかけて切り離して誕生した。名前の由来は他の集落に囲まれた村が標高の高い場所にあったことにある。中央の村が拡大していき、 最終的に他の集落をも包括するコミューンとなった。ブリニョガンは、バガン地方の中心、レジャンド海岸に位置し、船の遭難で有名だった。反応反漁で暮らす人々は、非常に貧しく、貨物を乗せた船はこの荒々しい海岸の暗礁の周りの波しぶきに取り残されると、数時間で貨物が消えた。難破船の略奪を行うため、バガン地方の人々は、 おうしの角に松明をくくりつけ、港に船を誘導する揺れる明かりを模倣していたという。また、彼らは船をおびき寄せるために、崖の上の教会や礼拝堂に点灯していたと言われている。確かに、歩くことが可能がこれらの湾には、岩や岩礁が無数にあり、アンシャンレジーム時代の法律においては、砂浜に打ち上げられたナンパ船の貨物を我が物にすることができた。 こうした行為は1681年にコレベールによって禁止された。その後、沿岸警備隊の詰め所が海岸に設置された。ケルルアンにあるメネアム集落の詰め所は丘の上にある巨大な岩の真ん中に建設された。最終的に船の沈没を避けるため灯台の建設が決定した。ポンチューズバル灯台はブリニョンの湾にへ入る入り口を示しており、 1869年に建てられた灯台は、河口岩でできている。高さは18メートルあり、明かりの届く範囲は10マイルである。かつてベグポル岬には、沿岸警備隊の監視所があった。頂上に到達するまで階段が52段がある。船が最後に座礁したのは1930年、全長80メートルの船舶ら、グリエール号で、湾で座礁した。 ブリニョガンは19世紀末に流行の海水浴のリゾート地として開発された。リゾート地の人気は上昇し、フィニステール県鉄道の路線がやってきて、さらに民主的になった。観光を特徴として発展した集落は、1934年に母体であったコミューン、プルネウールトレより分離して、独立したコミューンとなった。2017年1月1日、 プルネウールトレトが合併し、プルネウールブリニョガンイコールプラージュとなった。伝統的にブリニョガンは、海に関連した、漁業、海藻の収穫、そして自給自足農業が行われてきた。コミューンは長年にわたって活動的なリゾート地で、その長い砂浜やレジャンド海岸が、観光客を引き寄せている。これらの従来の経済活動に加えて、20世紀のコミューン経済は、 主として農業である。コミューンには農場が10カ所あり、野菜やメロン、根菜類のほか、穀物が栽培されている。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降 i NSEE。ありがとうございます。